女性には共感が大事ですか。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。マル君47歳男性、女性の悩み事ではよく共感してあげることが大事と聞きます。私は男性ですが、やはり私も共感してもらうと嬉しいです。ただ共感ばかりでは解決に至らないケースもあるのが事実。知り合いでパワハラに遭い、上司に相談しているようなのですが、話を聞いてもらうばかりで毎日が過ぎていくだけです。女性は解決したくはないのでしょうか。はい、解決したくないですね。ざっくり言うとですね、女性にとって一番重要なのは共感ですね。ですから感情的な安心感ですね。とりあえず今感情的に安心することが重要ということです。もちろん最終的に解決されたりすることがあると思うんです。まあ女性はだから感性で動き、男性は理性で動くというふうに言われますけども、感性というのはイコール共感であり、感情的情緒的な安定と言い換えてもいいでしょう。男性は何を求めるかというと理性的な解決を求める。だから何か相談事を受けた場合、女性はよく話を聞いてほしいんです。で安心したい。男性は何をしたいかというと、この方と全く同じで解決策が欲しいんですね。男性の場合は具体的なアドバイスが欲しいわけだから、1時間も話を聞いてるのに具体的な解決策が出てこないと男性はもうイライラしてくるし怒り出す。で男性と女性がこういうふうに悩み相談をしてると、男性は女性に対して解決法を示してしまう。こうした方がいいよ、こうしたら解決できるよ。女性はそれを求めてないので、それを言うと怒り出します。そんなことよりちょっともっと話を聞いてよあなた、っていうことになっているんですね。これが非常に基本的な男女の心理ですね。これについてはジョン・グレイ博士の、男性は火星から女性は金星から来たっていう、ジョン・グレイ博士の世界的に数百万部のベストセラーになっている本があるんですけど、今でもまあ書店に行くとね、男性と女性の心理学っていう本がたくさん出てるんですけど、それの元祖ですね。今言ったような内容ほぼもジョン・グレイ博士の受け売りと言っていいと思いますけども、大体同じようなことが書いてあります。男性は理性的で女性は感性、それってどういうことなのっていうことが書いてある。この本をまず読んでほしいですね、全ての世の中の人に。そうすると多分男性女性の関係性っていうのはものすごく良くなる、少なくとも変わってくる。解決はしないけど理解はできます、間違いなくね。あ、こういうことなんだっていうね。なので男性は女性の話をよく聞いてあげたらいいです。共感っていうこと、とてもそこが重要です。その余裕というかな、女性の場合は男性が解決策を示すのは、あ、これは男性の宿命だからしょうがねえなと思いながら聞いてあげたらいいです。という形で、この男性と女性ってこう考え方とか求めるものっていうのがちょっと微妙に違ってくるので、そういうことを知ってるだけでものすごくうまく人間関係で進めることができますよということなので、皆さんもぜひこの男性女性の違いの心理学について勉強してみたらいいと思いますよ。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。